さあでは保坂流極みおはよう酵素の特徴っていうんですかね商品説明していきますね。めっちゃくちゃゃくいいいいです。何がいいかって作り方と材料、こだわりましたこれねまあ通常まあ酵素とか植物発酵エキスとかって言われているものの作り方をざっくり説明するとですねまあにんとかいろんなお野菜とか果物っていうのが大体ベースです。まあ大体 まあ少ないもので10種類ぐらいから多いものだと200種類300種類というものがあるんですよでまああるものを、まあ、例えば黒糖とかね金、まあ、を入れてで発酵させていって、まあ、その微生物に溶かしてもらうんですね発酵というぐらいですから微生物がいます微生物は当然ながら寒いと動けません熱くします 強制発酵といって60度まで部屋の温度もしくはこの樽の温度を上げますこれ強制発酵といいますそうするとあっという間にドーンって活動が激しくなりますから発酵するんですよこれが一番安く簡単に作る方法ですこれがねおいしくないものができるんですよ。で何をしてるかというとう ほとんど使っているものは、まあ昔で言ったらいわゆる薬草と言われていたような、まあ漢方薬に出てくるようなものがこう並んでますよね。皆さんね漢方薬でこういろいろなんか見たことあるという思うものが並んでると思うんですけど、これを漢方ですから、漁薬口逃がしで当然このまま取ることはほとんどありません。煎じますね。お湯の中に入れて、くつ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 まずエキスを出します。 エキスを抽出して抽出しここれがが大大大変なんでですすよ大のの大人人ね本当に20人がかりぐらいで何時間もやりますこの液抽出したもドロドロのいわゆるこれを飲んだら本当に量や口逃がし続けられないようなものを大きな亀に入れてプラスチックじゃないんですよ瀬戸物の呼吸してる我々の人間の目には見えません水も流れ出ないかもしれないけどやっぱり穴があるんですよよく見ると呼吸できます。 その中に入れて、微生物を入れて発酵させていきます。これを成り行き発酵と言います。さっきみたいに強制的にやる温度を上げて、もう早く。まあ,まあね、企業的にはやりたいですよ。早くたくさんできる儲かるからね。安く。でも、そうじゃなく、長い年月をかけて微生物に発酵させていきます。まあ、成り行き発酵というのは多分ね、映像で見て皆さんは分かったと思うんですけど、あんな感じで生きてるんですよ。で。 先ほど言ったよく漢方薬とか漢方薬屋さんで見るようなものが並んでいます。例えばこの辺ね。これ多分皆さん知られていますよ。超命草という別名もついてます。ふんだんに使っちゃいました。あと毒ダミね。毒ダミ。漢方では獣薬と言います。獣。関数字の獣に薬ね。10種類の薬よりも効くと言われています。毒ダミ。これもね煮出すんですけどね。もう本当に僕も飲んだことありますよ。 本当にこれもねちょっと飲めなかった続かなかったですねでも肌のために飲みましたドクダミローズヒップビタミン C が豊富ですねモリンガこれアーユルベータインドのアーユルベータで使ってスーパーフードといって今ヨーロッパでは大注目されているモリンガという葉っぱなんですねモリンガですでルイボスルイボス分かります、ね、ルイボスティーとかで飲みますよねクマザサ日本ではね北海道の方にありますけどお茶で飲むものですねクマザサでレーシーまあこの辺はねいわゆるキノコ類ねクワの葉も使いますねこういうようなものと今回新潟県 で作っております。新潟というと非常に雪深くて、まあ、日本一雪が積もるとかそういう村があったりとかね上越地方にとにかく自生していて昔から使われて例えばお餅とか食べ物とかにも入ってますし煎じて飲む場合もありますし使われていた実はこのよもぎがこの穂坂流のの酵素のベースになってます。大半がこのよもぎを煎じてさらにこのようないわゆる漢方薬屋さんで見るようなもう薬草と言われているこういうものを 一緒に煎じて微生物に発酵してもらってます。ここが非常に手間がかかって非常に大変なんですけども、他者と違うところです。ぜひこれを取っていただきたい。もうエネルギー豊富です。で、酵素というと実はなかなかですね、酵素という表現がこうテレビとかだと難しいんで、酵素じゃない表現する場合もあります。植物発酵 発酵エキスというこれね名前変わるんですよ実はでも作り方同じだし同じものなんですけど酵素と言っちゃいけませんとかいろんなこと言われるんですで大きく何が違うかというとこの酵素と言っているものとまあ、これも発酵エキスですけどねなんとなくねこっちはね酵素って言うんですよでこっちね植物発酵エキスって言ってくださいねとかって言われるんです見てわかるように非常に薄いですよねこれ一番端っこね濃縮してないこの水っぽい状態なんですよでこれは見てわかる通り 泡袋も何も出てないですよねこれねでちょっと濃縮して濃くしましたでもまだまだ足りないですよねほんのちょっと泡があるのかなっていうぐらいですでここからこの,よもぎのパワーがどののくらいのかをお見せしています同じような状態で作ったものなんですけどでもねこれねちょっとね機械的なまあケミカルなアルコールを使ってますアルコールを使って抽出するとまあちょっと泡出たかなでもちょっと緩いなって感じになってるですねでこの 自生のヨムギを使って発酵させた先ほど言った壺に入れて成り行き発酵させたもの,あのショワショワしてましたねで作ると見てこの泡がほらあととろみ加減と色も濃いししっかりとこの黒っぽい色でちょっとブクブクしてるの分かりますかねこのぐらい元気なんですよこれ実はですね酵素ですからこの酵素の中にいる微生物 どのののくらい生きててるるかか活性してるのかこれが非常にに重要になりますで皆さんよく言われてるのが生でお肉食べてくださいとか生で魚食べてください生でお野菜食べてください酵素が入ってるからって言って火を通さないと生で結構食べてると思うんですけどこの、まあ、箱の中ね開けるとねこんな感じでスティック状になってて1本1本入っててて本本入ますこういう感じのスティックであの使ってるものだけ見るとめっちゃ口苦いんでしょ保坂君って思うじゃないですか。 本当に甘くて美味しいしですこの1本の中にどのくらいの酵素が生きてるのかこれを生野菜で食べたらどのくらいになるかお見せしますねびっくりしますきゅうりで16.4こんなにたくさん一気に生で食べないとスティック1本分この生きてる酵素が取れないんですよ。 1>, 1本食べていただいたら酵素の活性という意味ではこの量を取れてさらにこれだけのいわゆる漢方薬屋さんで見るようなこの栄養価が取れてしまいますぜひこれ取ってください本当に必要です